必ず私が滅ぼす。一時突然、私に怯えるあまりに力を出し切れず、今や虫から力を奪った私の方が硬い。私の方がその体をうまく扱える、潔く明け渡せ、楽になれ。確かに硬い、並大抵の強化では歯が立たない。あらあら、最後の最後にプライドを優先しちゃったか、アリシアらしくないな。いいよ、少しの間楽させてもらったし、帝王様からもいいものももらったし、感謝の意を込めて出血大サービス。身を控え、信頼御前。なんだ、今確かに触れて痕跡を残す攻撃をしたのに、アリシアがまるで別の個体のように私の浸透する汚れが入っていかない。何が起きてるか正直わからない。だけどこんなチャンスを逃す手はない。あとは新人のエピと、どっかの彗星の名前みたいなこの耐久次第だね。ガンガンアリシアの代わりに汚れてズタズタになってね。私の無限化最大限まで使える、それを身をもって知っただけで私は本気で戦える。神格解放、無限の真の力と神聖エルフ族のホーリーナイトの力、見せてあげる。無限の聖剣、神聖エルフの真骨頂は数段階の神域を持ち合わせていること。臨機応変に環境と状況に応じた神域を作り、絶対的有利条件のもと戦う。故に最も神聖エルフ族は過去に多くの神王を生み出した。私を扱う、笑わせないで。本来の私なんて無限をどれだけ駆使しても本来の実力の1割程度。神域と神格を発動してやっと半分、そこからまだまだ条件を重ねることでやっと本領発揮。条件が整うまで時間がかかる分面倒なところはある。だけど条件が揃えばほぼ無敵。出し惜しみしてたと思われたら心配だから条件を話しておくとね。私自身が追い込まれ、蹴落とされ、それでもなお立ち上がり、困難に立ち向かう不屈の騎士道を持ったとき、実力が発揮される。私はもがき我慢し、耐えた、そして成果を出せないことにもがき苦しんだ。もういいでしょう、報われても。わからん。こんな力、知らない。私のことを騎士として知っていても、私が今まで感じてきたことまでは知れなかったようだな。月の土星さえつけろ、思う存分怒るといい。私はそれ以上の押し殺してきた感情で。お前は正面に立ってやる。もうこれ以上私の居場所を奪われてたまるか。私の居場所、みんなが帰ってくる場所、壊されてたまるものか。助けて、なんで私は幸せを、私の幸せを求めてはいけないの。私はただ、生まれてくる子供たちの幸せになる場所を作ろうとしただけなのに。あなたが幸せを得る権利はあります。エラーであれどそれを否定しません。ですがそれはこの世に存在する生命全てに与えられた権利であり、誰もが求める幸せの席は限られている。あなたが限られた席に座ろうとした、その時点で争いは必然。それが嫌ならば妥協し、安い幸せで満足しなければならないんですよ。私は一生妥協しない。私のため、パト様やメリア様、ソフィア様、専属神の方や従属神、私たちを慕ってくれる神や住民の幸せを作るために、私はここにいる。仲間を失い続け、組織的に致命的な状況になっても、私はここまでの決意を出すことができなかった。ごめんなさい、遅すぎました。ですがもう大丈夫。私のやるべきこと、やりたいことははっきりと見えている。もう迷わない。アリシア、大丈夫か？エラーはこっちに来てないか？すみません、パト様。私はパト様との約束を破りエラーと対峙しました。処遇はパト様に。そんなことどうでもいい、無事かどうか聞いてるんだよ。はい、私は軽傷を負いましたが、エラーに侵食されておりません。そしてエラーの最後は私が。よかった、無事でよかった。エラーは倒したんだろ？アリシアの顔を見たらわかるよ。いろいろ吹っ切れたのもわかる。でもそんなことより今は目の前にいるアリシアが無事であることが嬉しいんだ。パト様、あのさ、発情してる感情もなかなかに微妙なんだけどいいかい？今すっごい熱気やら有毒ガスやらが漏れ出して、少しでも能力解除したら餌が即死する状態で、僕も正直かなりきつい状況なんだ。要件が済んだならさっさと戻るよ。餌が死んだら僕との約束が果たせないからね。もちろん僕が死んでも叶わないから嫌なわけだけど。そう、次から次へと。でもミゲルやピラーノがいなかったら本当俺この状況でうろうろ移動できないくらいだからな。何が起きてるのですか？エラーの脅威はもうなくなったのでは？残念な話だけど、元凶のエラーはこの星の核エネルギーと一体化して存在を強化していたらしい。つまり元凶のエラーが消滅したことでこの星の核も消滅したことになる。もうこの星は壊れる。今ソルテや他の従属神たちがラルのところに集まっている。俺たちも避難するぞ。言っておくけどアリシアが悪いわけじゃない。全員星の壊滅覚悟でエラーの討伐をしていた。その中には犠牲になった奴もいる。間違えるなよ。わかりました。では私は星に誰か取り残されていないか確認してきます。パト様は先にラルのところに避難を。どうしたの？さっさと行
くよ。今は僕との約束を優先してもらわないとすぐに能力解くよ。わかってる。俺が今回の件でできることはない。それはずっと自覚してることだ。命令だ。絶対に戻れよ。自己犠牲は絶対に許さないからな。美味しい感情の予感。今度こそ必ずパト様の命令を完璧にこなしてみせます。なんじゃ。パト様が帰ってきてアリシアの気配があるということはエラー撃退に成功したと認識していいのかしら。待て、これだけ俺がオーバーリアクションしてるんだから、あの宇宙船みたいな巨大な乗り物の説明をしてくれよ。あれはもともとパト様が他国に赴くために用意されていた宇宙船、ソルテが格納庫にずっと置いていたのを思い出してここまで運んでくれたのよ。帝国の従属神レベルなら自力で星々を移動するから、こんな見せ物に特化した乗り物の存在ごと忘れてたわ。あれだけでかいなら今この星に残ってる神たち全員乗せることは可能だな。今のところ状況どうなんだ。怪我をして身動きが取れない神は動ける神が背負って宇宙船に入ったわ。今回のエラー戦での死傷者も出てるから正確な生存者の確認は不可能に近いわね。一応私も星全体に気配探知をして生存者を見逃さないようにはしてるけど、それでも時間がないからこれ以上の精度を求められても困るわね。虫の息状態の相手を探るのはなかなか骨が折れるからね。苦渋を舐めることになるけど状況が状況だ。割り切るしかないな。だけど自ら苦渋を飲む必要はない。ラル、今から船内にいる従属を部隊ごとに仕分けて互いに生存確認をさせろ。そして死者と行方不明者の名を出せるだけ出せ。まだ重役は外を走り回ってるからな。ギリギリまで暴け。ラルは護衛部隊だ。帝国を守る長として帝国の宝である従属の命を一人たりとも無駄にすることは俺が許さない。本当、実力はともかく言うことだけは主らしいわね。主の命令なら全力でこなしてみせるわ。戦いではほとんど役立たずだったし、ここで結果を残さないと部下に笑われるわね。とりあえず俺は宇宙船の入り口で待機だ。最後見届けてから脱出するぞ。あんな化け物級の天使を慕えてるのか。餌なのにやるな。そういえばエテルはちゃんと宇宙船に入ってるのかな。一応読んでみるか。誰も私に気づいてくれない。宇宙船みたいなのは見えるのに思った以上に距離がある。私の想像していた以上に吹き飛ばされてた。早く行かないと取り残される。宇宙船にいたなら悪いな。こうでもしないと生存確認できなかったんだけど、無事そうでよかったよ。ここまで安心できる場所があるって感じたのは初めてかも。安心感か。美味しくない感情だな。ああ、俺は無事だぞ。悪かったな、エテル。安全だと思って部屋に残してたのに、まさか拠点の城ごと吹き飛ぶ事態になるとは思わなかったからな。ミエルはラルたちと一緒にいたわけだし、あいつは大丈夫だろ。予防にもガス欠になってたから邪魔なだけだしな。まだ外にはソルテやアリシアが動いている。時間もないし早く戻ってこいよ。エウレカ帝国星壊滅まで残り10分。エラーの問題を解決し、避難をすれば残りの生存者が助かるという状況で、残り3人だけが未だ壊滅の運命を歩む星の地に立っていた。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。